画面の消し方が分かんない こんばんは、こんばんは。待って、コメントが見えない。これかな。これを消したいです。こんばんは。この下に矢印が こんばんは。乃木坂465期生の奥田いろはです。ちょっとね、コメントが見にくくなっちゃった。画面が、できた、できない じゃあ前回メンバーさんからの宿題をしたいと思います。こんばんは、こんばんは。大丈夫です 多分大丈夫です。すいません、ありがとうございます はい、前回メンバーさんからの宿題、前回凪だったみたい。次回のメンバー、アイス派ですか、かき氷派ですか。カメラに向かって可愛く教えてください。待って、これすっごい、私超優柔不断で、しかも2択が一番やばいんですよ。めっちゃ悩んじゃうんですよ。じゃあ決めました。可愛くだっけ。イロパはアイスが好き。イロパはアイス派でした。ということで、めっちゃでも迷いました。この間真夏の全国ツアーで大阪に行った時に、大阪でめっちゃかき氷食べたんですよ。だから捨てがたいんですけど、なんかやっぱ冬でもアイスを食べたくなっちゃうから、ちょっとアイスにしました。ゴー ということで、まずは早速乃木帯選手権をやりたいと思います。今週の競技は前回に引き続き七夕企画46秒の願い事です。46秒間で紙に願い事を書きます。週の中で最も46秒に近かったメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。願い事はストップウォッチを止めた後に発表しますとのことで、前回がですね、じゃん、凪と真央、なかなか2人ともいい、でも40、どっちも3秒ずつくらいずれてるから、私が3度目の正直ということで 46秒狙っていきます。結構いろは得意なんですよ。ちゃんと真剣にこう1、2、3って数えたら結構得意なんだけど、願い事書かなきゃいけないからどうだろう。よし、やってみよう よし、ちょっと願い事を決めないと、まず46秒の中で書ききれなそう。ちょっと待ってね、何しようかな。五七五じゃなくていいのか、五七五みたいに書こうとしちゃった。OK、 じゃあお願いします。よーい、スタート。46、どうだろう、ドキ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 、ちゃ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 ん、47秒60。結構素晴らしくない？すごい。ちょっと待って、だってちょっと見てみますね。40、やった、40、47秒60、私が一番近いです。ちょっとね、
乃木帯選手権は私も毎度全力で勝ちにいってるんですよ。ちょっと今回ももしかしたら優勝しちゃうかもしれない紙にじゃあ書きます。あ、こっちか。47秒60。うわー、最高。 47.60 秒。いろは、じゃん、あってーん、書けました。願い事ですね。大事な大事な願い事いきます。じゃーん、イロハもパレットも幸せに過ごせますようにはい、これでしかないです。もうね、イロハもパレットも幸せに過ごしましょう。なんかね、あの小さな幸せをあの見つけて大事に日々過ごしたいなっていう願いですということで、過ごせますように。どうもということで、以上です。乃木帯選手権は以上です。ここからはね、フリートークってことで、今日はあの話したいことがいっぱいあるんですよ。私この乃木帯がめっちゃ久しぶりで、あのだからね、楽しみにしてました。乃木帯やりたいなって思ってたらあったので、すごい嬉しかったです。ということで、じゃあ近況報告、まずグループのことから。8月21日水曜日に36枚目シングルのチートデイが発売されます。皆さんお手に取っていただけますか？もうあれ聞きましたか？もう配信されてるんですけど、ぜひ聞いてないよって方は聞いてください。そして、乃木坂6期生の夏組オーディションが今開催中でございまして、7月29日まで遅れるみたいで、私もオーディション応募したのすごくギリギリに送りました。絶対にその送るぞって決めてはいたんですけど、その期間までにちょっと痩せようと思って、そのギリギリに写真撮ろうって思って、ギリギリに送った思いがあります。皆さん、どの選択を取っても悔いがないようにぜひ待っておりますので、もう本当にとっても乃木坂はね、優しい方々がいっぱいいるので、私も兄弟で年下がいるので、面倒見はいい方だと思うので、可愛がって可愛がりたいですのでぜひぜひぜひ入ってきてください。待ってます。して真夏の全国ツアー2024大阪公演無事終えました。ありがとうございました。とても楽しかったです。初京セラドームで、なんかドーム自体が5月ぶりそのぶりだったから、なんか広ーってなりましたね。すごい楽しかったですし、まだネタバレになるからいろいろ言えないけど、ぜひ名古屋と神宮も楽しみにしててください。待ってます。今年タオルのニックネームを自分で決められたんですけど、イロパにしましたので皆さんイロパタオル持って、めっちゃ見つけやすいんです、イロパタオルなので、ぜひぜひまだ持ってないよって方は会場とかでね、イロパタオル持ってくださったら嬉しいですお願いします。そして、路上ライブの第3弾が公開されてるので、 YouTube でぜひ見てください。今回曲も新しい曲を増やしてみたりしたのでね、ぜひ聴いてみてください、あとじゃあ最後ね、このグループ系は乃木動画で、ガールズトーク、乃木坂トークリアリティショーガールズトークの前編が公開されてます。さつま色でですね、もんじゃを食べながらお話してるんですけど、本当に私も見たんですけど、
めっちゃ素ですめっちゃ素で話してるので、ぜひあんな感じですっていう見てみてくださいということで、じゃああと個人的なお話、ミュージカルロミオ&ジュリエットが7月15日に大千秋楽を迎えて無事終えました。ひー、もうね、なんかロスになるかなとか思ったんだけど、もうなんかロスっていうか、あの日々が夢だったみたい本当になんか夢だったんじゃないかなって思ってるんですけど、でも写真とか見返したらちゃんと残ってるから、あ、夢じゃなかったんだなーなんて思いつつ、本当になんだろう、初舞台初ミュージカルで、もうものすごい、なんだろう、悩みながら、すごい、なんか、まあ、難しいことばっかりだったんですけど、歌も演技もだけど、同じダブルキャストの桐生さくらちゃん、さくねが、あのすごくどんな時もそばで支えてくれたりとか、もう他の方々とかも本当に優しくて温かくて、もうみんな本当に良きお姉ちゃんお兄ちゃんお母さんお父さんいっぱいできましたとっても助けられながら、楽しかった楽しかったです、ジュリエットを生きられて、楽しかったです。またいつかなんか舞台とかミュージカルとか、なんか演技もすごく好きだから、もういろんなことしてみたいなって思いました。頑張ります、力をつけてまた皆さんとご一緒できるように。そう、イロッパ最年少だった、最年少だったんです。なんか生きてる中で最年少って機会がないなかった、その弟もいるし、例えば乃木坂5期でも年下の子はいたから、最年少っていうのがそう初めてで、すごく可愛がっていただきました。もうね、本当にもう楽しかったですね、見に来てくださった方とかいますか？どうでした？よかった、ありがとう、嬉しいですそうそうそう、ありがとうございます、嬉しい。またいつか機会を作れるように頑張りますのでぜひ待っててください。あー、そうだ、言いたかった、話したかったこと思い出した。あの、そうそうそう、昨日、あ、一昨日、あの真夏の全国ツアー大阪で終えて、で昨日が丸一日オフだったので、私は大阪に残ってですね、ちょっと関西を観光しまして、で真央ちゃんと一緒にあの観光したんですけど、神戸を観光しました。あのね、あの、なんだろう、ライブとかでは一回行ったことがあったんだけど、観光はしたことなくて、あの真央ちゃんと真央ちゃんの母と一緒に山をドライブしたりとか、あと山の中にターザンとか大きなブランコがあって、ちょっとそういうので遊んだりとか、なんか森の中のカフェでご飯食べたりとか、でそのカフェの中でね、あのお客さんが私たちしかいなかったから、あのギターを弾いたりとか、なんかすごい良き休日を過ごしました楽しかったでね、今私のここに光り輝いているこのネックレス、これも実は昨日買いまして、これまおちゃんとおそろっちなんですまおちゃんとおそろっちで、なんかね、素敵な真珠屋さんみたいなのがあって、そこで、あ、なんか、あ、これ可愛いんじゃないって言って、二人で、え、お揃いしちゃうって言って買っちゃいましたそう、大事なネックレスになりました。あとはね、耳にも今日こんな素敵なものをつけてるんですけど、なんだっけ、アンティーク屋さんみたいな、こうお散歩してたらアンティーク屋さんみたいなのが出てきて、でそこに入ってたら、もうものすごく物がいいのに、ものすごく値段が良心的で、え、どうしよう、ときめくとか言って、もうめちゃくちゃ手に取ってそう、それで買いました。
可愛くない？ヒヒヒ。そうなの。最近ねアクセサリーにハマってて、そう今年の夏はちょっとこのこれもねちょっと思い入れがあるブレスレットで、あのそのロミジュリ期間に同じ期間にアンダーライブがあって35枚目シングルので、その時にやっぱりものすごくハードだったから、なんかそれを無事乗り越えられたご褒美にちょっと好きななんかいい感じなものを買ってみました。それでちょっと大事な思い入れあるものを今年はつけて過ごそうかなと思います。そうなの。皆さんは夏、まだ夏休みじゃないかな、さすがに。あでももうぼちぼち夏休みか。なんかしたいこと、あいっぱいあります。あと誕生日までももう1ヶ月切ってるから、1ヶ月切ったわラスト18歳をどう過ごすか、そして19歳の目標みたいなのもめっちゃなんか考えてて、なんかラストティーンだからいろいろしたいこと自分の人生だししたいなと思っていますねえ、夏休みない人いるのか、そっかそっか、そうラストティーン。19歳の抱負？まだちょっと気が早いけどどうしようかな。19歳の抱負か。もう私は昔から車が好きなので、今年取れなくてもいつかは運転免許を取りたいです。これずっと言ってるけどね、取れたらいいですねって思ってます。なんかドライブとかできたら世界広がりそうだし、なんか行動範囲も広がりそうだし、それこそ真央ちゃんと、真央ちゃんもね運転免許取りたいって言ってるけど、私は真央ちゃんの助手席は怖くて乗れないので、私が取って真央ちゃんを連れ回したいなと思います。ドライブ企画とかね、そう免許取ったらそんな素敵なこともできるかななんて妄想してるので、ちょっとそうドライブを復活させたいんです。そうぜひぜひ撮りたいです。ちょっとお願いしようかなと思ってますお願いする前に皆さんに話すっていうそう、なんだろう、あとはね、あそうだ、乃木坂工事中で昨日一昨日放送されたんですけど、クビンセスに入りました。ゆみきさん軍団クビンセス、そうもう嬉しいです。まず選んでもらえたのが嬉しかった。一番に選んでもらえちゃって、もう考えてもなかったから、おーびっくりって嬉しかったです。それでね、あのね、首を褒めていただいて私そんなこと思ってもなかったのに、どう首クビンセスとしてこれから生きていくので、ぜひ皆さんクビンセスのご応援じゃないね、応援のほどよろしくお願いします嬉しい。あとなんだっけな、今日ねいっぱいメモしてきたからちょっとメモチラ見しますちょっと神戸旅のお話ももっとしたいな、なんか聞いて一生ジュリエットでいて、うわーそれもいいですね。ジュリエットを生きて行きました。クビンセスあーそうだ、皆さん MBTI って知ってますか？ MBTI なんか性格を16種類に分けれるなんかテストみたいなのがあるんですよ。で私はずっと今まで INFP っていう仲介者っていうね、なんか説明したできないけど INFP ってやつだったんです。 I は内向的だったんですけど、私もう
生まれて初めてこの間 ENFP になったんです。外交的になったんです。それが私すっごい嬉しくってそうなの。あのでも超ギリギリを攻めてました。 51% 対 49% で E になってましただからいつ戻るか分かんないけど、私の目標だったんです。なんか外交的になってもっとなんかいろんな人と上手にコミュニケーション取れるようになりたいしって思ってたから。私だって今年の3月に高校卒業した時とか本当に人見知りでめっちゃ泣いてたぐらいあれだったんですけど、なんかあそうそう、それこそ真央ちゃん の地元に一緒に観光に行って、こう真央ちゃんの家族とかともあまりお話したことなかったけど、こう一緒にご飯とか食べさせてもらったんですけど、そういう時にちゃんと目を見て話せるようになったなとか、なんかあちょっと前より成長したなって自分で思えて、すごいね嬉しいんですこれからも ENFP、 もう ENFP になりたかったんです。私 INFP の時にすごく心を開きやすかったのがその ENFP っていう人たちで、だからなんかこのまま私もこのままでいて、例えば後輩ちゃんとかに会った時になんか優しくしてあげたいし、なんかこうね自分からいけたらいいなーなんて、そうそうそう思ってますうん、やったーおめでとうって言ってくれ、優しい、パレット大好き本当に PPAP、 PPAP ちゃうちゃいますってこれじゃん、懐かしいそう嬉しい、路上ライブしてるからねあれで外交的になった。確かに、でも本当に今までは知らない人、初対面の方とかと本当に目を合わせて喋るのが難しかったんですけど、案外その顔を上げてちゃんと目を見て話してみたら、あの皆さん優しいじゃないですか。だからそれに気づいて、なんか今まで自分の中でちょっと話してあれダメだったかなとかいろいろその場で反省しちゃったりしてたんですけど、皆さん意外とそんなこと思ってないなっていうのに気づいて、なんかすごい生きるのが楽になりましたうん、あのね、まあなんかその人見知りとかで悩んでる人とかもきっといると思うんです。すごく気持ちもわかるので、なんか逆にそっちの気持ちも知ってる分、自分がそういう人になんか寄り添えたらいいなとか思いますはい、すごい語っちゃったすごい語っちゃったけどね、そんな感じ。スイスのファンです、ありがとうございます。時差ありますかね。あら、あそうだ、なんかそう毎年さつま色で旅をしてるんですけど、なんか旅をするのに涼しいところに行きたいなって話してて、どこか涼しいところでおすすめありませんか、海外でも国内でも。外国、私まだパスポートを取ってなくて、で本気を出せば取れますので、はい、心霊スポット、ちょっと心霊スポットはちょっと怖いよ、除霊スプレーいっぱいこう巻きながら使ったらいいかも。あ長野いいですね、軽井沢、あ避暑地って言いますもんね。北海道ね、北海道この間も行きました。あのこの間もっていうか去年か、あの北海道 T シャツなんてね買っちゃって、そう、でもやっぱりあ沖縄、意外、沖縄、あえての沖縄、わいいですね、いいけどいいのありがとうございます、なんか参考にさせてもらいます。今日その昨日新幹線が止まっちゃって、あの飛行機で帰ってきたんですけど、そこであのなんか書籍みたいな見れるこうところがあって、見てたんです、画面あるでしょ飛行機の前に。でそこでなんか素敵な島だったかな、見つけて、もう北海道の一番
北側、もう一番北の島で、なんて読むんだかな、ちょっと待って、さっき調べたんです。でもそこが本当に素敵で、レイブン島、レイブンと合ってるかな、読み方、レブン島ってところ。あ、そう、レブン島、皆さん知ってるんだ。レブン島、なんか星がめっちゃ綺麗で、あとお花もめっちゃ綺麗で、なんかそう、そこすごく惹かれました。私星大好き星大好きだから。でもね、そうそう、いや、行ったことあるんだ。いいな、ウニが美味しい、わあすごい、なんかちょっと調べてみたいなって思いました。ありがとうということで、じゃあ次回メンバーさんに宿題を出そうかなと思います。ぼちぼち、次回のメンバーさん決まっていますよじゃん、ゆみきのなおちゃんです。私の軍団長ゆみきのなおちゃんへ1分間あまあまモードでお話してください、いろぱよりということでゆみきのなおちゃんが明日あまあまで話してくれると思いますので、皆さん絶対にお見逃しなく。クビンセスの女王です。私はプリンセスちょっと適当、ちょっと、いや私クビンセスなので、はいということで、あと4分ぼちぼちお話しましょう。ぼちぼち、あ、そっか、今日もあるのか、ゆみきさん、ゆみきのなおちゃん、最近何にハマってる。ゴロゴロ本当にね、私休日はアラームかけなかったら何十時間でも寝れるんですよ。この間は16時間まず寝ちゃってて、でもさすがに人間として活動しなきゃダメかと思ってちょっと起きたんですけど、本当に永遠と多分寝れますよ、眠り姫か、悪くないです眠り姫クビンセス、眠りクビンセスいいですね。欲しい車ある。私気になってるのがありまして、三岡ビュート、合ってますかね、はい、それがすごいのが、その車いっぱい調べてて、で、あ、可愛いと思ってスクショしてたら、真央がなんか街中歩いてて、店頭でわ、この車可愛いって思って写真撮ってて、それでまた、え、いや、これ欲しいんだよねって言ったら、え、真央もって言って、なんかすごい偶然が、真央ちゃんとはね本当に好きなものが合うんです。もうそうなのそう、それが気になってます。そう、運命、そう、運命だった。ベトナム、そう、私ベトナム料理大好き。今日もね、夜ご飯はバインセオっていうのを食べます。もうね、お家にあって、今日のモチベはバインセオですそう、ヤンちゃんとのエピソード、ヤンちゃんとはこの間お家にお邪魔させていただいて、私が初めてですって、お家にお邪魔したの。ヤンちゃんがサラダとか作っててくれて、私もフルーツを大量に買って一緒にいっぱい食べながらいろんな話して、すごい楽しかったです。もうね、幸せでした。またいつかお邪魔したいですし遊びたいです、ぜひやんちゃん大好き、やんちゃん、わー、神奈川先生がお姉さんしてる、もう大お姉さんです。でもね、やんちゃんはね、人懐っこいからね、もうご期生みんなにこうみんなから愛されてるんですよ。だから私その場では絶対に心に秘めてるんですけど、ちょっと嫉妬しちゃいますはい、ということで、ぼちぼちお時間がやってまいりましたので終わりたいと思います。あっという間、
ちょっと話し足りない、もう30分いっちゃいますか。そうです、はい、ということでまた明日はゆみきさんあるし、この後もゆみきさんがあるのかな、ということでぜひこのまま見てみてください。ありがとうございました。皆さん暑いので熱中症に気をつけて、ちゃんと無理せず頑張りすぎず頑張りましょう。今週もまたね、またいつか。切ります、バイバーイ。